前川です。メルマガの方を見ていただきありがとうございます。今日はね、受け取っていただいた特典についてお伝えしていきたいなと思います。今後ろには段ボールが見えてますけど、今僕の部屋段ボールだらけになってるんですけども、そんな中で、普段作業してます。で、問診を2個受け取っていただいたかと思うんですけど、じゃあこっち側ですね、今メインはこっち側やってるんで、こっち側の説明をさせてもらいたいと思います。僕の場合ね、これの裏もあって、こういう感じでサインさせたりとかしてるんですけども、それはまあまた何か機会があればお伝えできたらなと思います。で、これ治療申し込み表ということで、まあ、通常の問診表と同じですね。皆さんとほぼほぼ同じだと思います。ちょっと違うっていうのは、痛みの出ない体作りをしたいですかとか、本気で治す気持ちはありますかとか、続けて治療をしていく気持ちはありますかっていう部分ですね。ここのね、チェックをまず、重要視してみてます。あとは、今の痛みにより日常どんな問題がありますか、具体的にお願いしますっていう部分なんですけども、ここをね、必ず書いてもらうようにします。必ず。これね、必ず記入をお願いしますっていうのを書かない人いてるんですよね。わからなくて書けないとか、字が書けなくて書けないとかじゃなくて、他書いてるけど書かないですね。そういう人はね、僕も見たくないんで、話して、会えへんなと思ったら、断りますね。で、この部分ですね。この部分、まず、この範囲にね、チェックついてるのが、まず最低条件ですね。だって、続けて治療をしていく気持ちはありますかで、家やったら、やっても意味ないじゃないですか。それね、なんかこう、田舎から帰ってきてて、もう続けてこれないんですよっていうんであればの話は別ですよ。別だけども、そんなんじゃないのに続けてくる気はないと。じゃあなんで来たんですかっていうふうに聞くんですよね。で、なんで来たんですかって聞いたときに、いや、料金安かったから来たんですって言われたら、じゃあ、うちよりも安い整骨院さんとかある、整骨院さんとかがある中で、なんでうちに来られたんですか、そちらの方が安いですよっていうふうに言います。で、そういうふうに相手の考えを聞いていって、その上で、あ、そういうことなんやね。じゃあ、その問題が解決されたら続けて治療していく気持ちはあるんですかっていうふうに聞きます。で、それが解決できるんやったら続けて治療していきますって言ったら治療を受けます。でも、そうじゃなくて何を聞いてもどう聞いても全然続ける気ない。っていう人は僕はね、鼻から見ないです。なぜかというと、そういう人を見てる時間があったら、今来てる方に対して手紙書いたりとかね、アドバイスしたりとか、する方が僕は重要だと思ってますので、そういう形で使ってます。そんな感じですかね。あとは、日常どんな問題があるか。これも結構大事で、みんなね、腰が痛いとか、首が痛いとかって言ってくるかと思うんですけども、そんなんで別に困らないんですよ。きっと、この動画見てくれてるあなたも、ちょっと腰痛いなとか、首痛いなとか、あと手首痛いなとかね、もしかしたらあるかもしれないですけども、それでも別に困ってないからどこにも行ってないじゃないですか。そんなんじゃ困らないんですよ。それによって何か引き起こされてる日常の問題があるんですね。例えば、それによってちょっと仕事行けてないねんとか、行けてないことによってちょっと給料削られてんねんよ。このままやったら仕事辞めなあかんから何とかしたいねんとかね。あるじゃないですか。それが問題ですよね。それが問題。腰痛とか別に問題じゃないですよ。それによって引き起こされてることが問題なんですよ。それをまず患者さんに分かってもらう。あなたの問題はそこなんやで、そこを何とかするためには頑張っていかなあきませんよっていうことをね、分かってもらう必要があります。それをしとかないと、患者さん自身もこちら側も痛みばっかり負ってしまうんですね。この場で痛み取れた。あ、マシになった、よかった。ってなるんやけども、そんなんすぐ取れてもすぐ出てくるじゃないですか。そうなったら、あそこ痛み、その場合行けどどうせまた悪くなるしな、他と変われへんわってなるんですね。でもそうじゃなくて、その掲げた問題に対してどう解決していくか。そのプロセスをしっかりお話しして、それに対してアプローチしていくんですよっていうふうにしっかりお伝えしていて、相手が理解してくれていたら、痛みがあっても関係ないんですよ。そこに対して近づいていってるっていうのが分かれば、それで患者さんが納得してくれますし、それでこちら側もしっかり対処することができます。
やっぱやっていく中で調子の波っていうのがあるんで、ちょっと調子が良くなったりとか悪くなったりとか絶対あるじゃないですか。で、調子が悪くなった時に、あ、やっぱりあっこあかんわで終わられるのか、これは、あ、先生ああ言ってここ向かってたけども、まあちょっと調子悪いけどなんでやろな、先生に聞いてみようかって思われるのか、それによって全然患者さんとの信頼関係が違ってきます。なので僕はこうやって考えてもらう項目を作ってます。それは別に考えることないですからね。うん。なんかつなぎ役みたいな感じですね。で、ここでしっかり考えてもらう。うん。そんな感じで、この問診票を使ってます。はい。なので、あんまりどうやって動いてやりたいんですかとか、そんな聞かないですね。日常どんな問題があるんですか、なぜそれが問題になってるんですか、それによってどんな不安なことがあるんですか、もうそれ良くなったらどうなっていきたいんですか、でそういったことを聞いていきます。でそういう話にね、発展しやすいようにここを作ってます。はい、そんな感じで一度使っていただけたらなと思います。こんな感じで今日は終わっていきたいと思います。ではこのメルマガではどんどん僕が日常やってることとかね、日常起きた問題とかをどんどんもう包み隠さずお話していきたいと思います。なので、まあ、また今後どっかでねセミナーとかするときがあれば、また皆さんとお会いして、セミナーではなくてそのセミナー後の懇親会とかでね、みんなでワイワイ賑やかにできればと思いますので、ぜひこれからも楽しみにしていてください。では失礼します。さよなら。